ハリファックス・ロバート・エル・スタンフィールド国際空港はカナダのノバスコシア州ハリファックス近郊にある国際空港。ハリファックス国際空港とも呼ばれる。カナダ交通省が所有するこの空港は2000年からはハリファックス国際空港公団が運営している。エアカナダ・ジャズとキャンジェット航空がハリファックス国際空港をハブ空港としている。 カナダで7番目に乗降客の多い空港である。アメリカ合衆国ヨーロッパでハリファックス市内とは、メトロ X と呼ばれる路線バスの320系統で、41分から49分で結ばれている。時間帯により30分から1時間に1本。片道大人3.25ドル。子供と年配者2.5ドルであるが、お釣りが出ないので、乗る前に用意しておく必要がある。 空港内にはゲームセンターがあり、両替機が利用できる。空港側のリーバはターミナルから駐車場ビルへの通路を通り外に出て、左手にバス停がある。市内側のリーバは少しス,スクエアのアルベマール通り側、下出る側にバス停がある。空港の公式サイト、メトロ X のサイト、時刻表等がある。ありがとうございます。